皆さんどうも、和久です。今回はですね、もうみんなね、多分見てくれてる人の9割以上は知ってると思うんですけど、今ね人気上昇中のねちょんまげ小僧というね YouTuber がいるんですよ。そのね大人気 YouTuber がですね100万人登録者突破したと。ってことでね、今回はですねプニプニでもねちょっとね小僧のキャラをね使っていこうかと。幻のね、幻ではないか、なんか伝説のね謎にいるキャラをね、はい、これこのキャラですよ。ガチン小僧と誰ですかみたいな感じのキャラなんですけど、まあ見た目強そうなんでね、このキャラ今回使ってね遊んでいこうかとね。はい、まあ、せっかくねちょっとちょんまげ小僧さんたちがね100万に突破したということで、まあ一生プニプニで使われてないキャラをねちょっと使っていこうかと思いますよ。はい、じゃあこれでいきますか。ちょっとねちゃんとウォッチも変えてあげて少し強化してね使いますよ。はい、で皆さんはさ、ちょんまげ小僧というね、YouTuber 知ってますでしょうか。多分もうね最近めちゃくちゃ噂になってるというか、もう何みんな知ってるよねこれね。うん、自分が知らなくても多分ね近くの周りの人がさ話題に出してると思うからさ耳に入ってくると思うんだよね。うん、まあ、目標はねこのキャラでやっぱ100万人達成したということで100万ダメージね出していきたいですけど、100万はさすがに D ランクで現実的じゃないんで、まあ10万ダメージ出せればいいかなと、うん、思いますね。さあさあさあ、ちょっと最初はね聖地トライとしていくんですが、マジでこのキャラ俺技も何だったか見てねえぞ。大丈夫かこれ。で、自分もそのねちょんまげ小僧さんの YouTube ね、2日前ぐらいにねちょっと見たんすよね。そのフィッシャーズさんとコラボしてて、うわこれすごそうだなみたいな感じで見たらマジおもろくて、うん、なんかね中学生 YouTuber っぽいんですけど、中学生とはね思えないなんか編集技術というかね、うん、動画のクオリティというかねすごいんすよねマジでね。うん、マジであれはすごいと思った。でね、過去動画とかね、たまに見てるんですけど、いや、ほんとすごいなぁと思ったね。うん、マジでここ数日でさ、すごい伸びてる人だよね。最近自分も知ったしさ、うん、マジですごいわ。さあ、行きますか。じゃあ、聖地も終わったということでね、ちょっと技多分中央のプニケジだったよね。多分ね、ちょっと行きますか。さあさあさあ。お、いい感じに膨らんでんじゃないのこれ。絶好調じゃんこれ。バフたちももう喜んでね、100万人を祝ってくれて。いいんじゃないですかこれ。めっちゃ連発できて、ワンチャン10万ダメージあるよ。さあ、まずは、一発目。おっと、誰も消えない。事故、ゼロダメージ一発目から。大丈夫かこれ。ちょっと一発目事故ってんぞ。おっと、ちょっと10万ダメージワンチャンあるんじゃないのこれ。一発目ちょっと事故ったのは見逃してもらって。いや、範囲狭、あ、範囲狭ないか。しかも威力弱ない、さっき。あー、ちょっと待って、消えない。プニが全然消えねえ。大丈夫かこれ。やばいぞこれ。大丈夫かこれ、本当に。10番ダメージいけるかこれ。ほぼ無理だぞこれ。あ、ワンチャンあるか。いや、絶対ないよねこれ、すでに。もう一発撃てるか。振って振って振って、デカブリデカブリ。はい、ダメ。もうダメ。あ、しかもなんか今ごめん、多分イヤホンがバグって、若干なんかゲーム音が、イヤホンが外れて外に漏れたし、まあ、ちょっと今のは気にしないでいただいて、はい、ちょっとですね、普通に10万ダメージさえも無理でした。これは俺のね、多分レベルと技レベルが上がってないせいなんですけど、うん。これ、何の動画これ。ちょっと待って待って待って。ちょんまげ小僧使う動画だよね、これ。しかもガチン小僧だしな、このキャラな。うん。いや、ちょっとね、これだけで終わるのはつまんないんで、もう最後はね、ちょんまげ小僧を入れて封印バトルいきますか。はい、多分負けるよね絶対。ワンチャン勝てるくらい、ちょんまげ小僧を入れてちょっと一回やっていいっすか。ちょっとパーティーの方なんですけど、極節抜いてこれで一回いきますわ。はい、もうちょんまげ小僧で最後は汚れ倒してレアドロしてこの動画終了します。さあ、いきますね。はい、何の話してたっけ途中。そう、100万人いったから10万ダメージ出そうとして失敗したんか。うん。で、有名ですごいよねとか話してたんかね。うん。いや、ほんとね、100万人からこっからどんどん行くんだろうね。200万人、300万人ってね。やばいよ、ほんとにね。勢いがね。こんな勢いある YouTuber 今までいたんかなって、その辺わかんないからね、あんまり。さあ、これでね、倒せるよね。大丈夫だよね、これ。よーし、オッケー。さあ、レアドルするんじゃないですか。愛しない。分かってないな、プニプニさん。こういう時で落ちるのがさ、動画を面白くするさ、いいと、いい
時というか大事なとこだったのに。あ、でもちょまいことレベル10になりました。はい、さあレベル10もなったということでね、今日の動画はね、とかこれでね、今回の動画はね、目標達成ですね。多分10万ダメージいってないですけど、レベル10になったということで、はい。まあちょまい小僧さんのね、 YouTube リンクね、概要欄に貼っておくんでね、まあよければみんなね、面白いんで見ていただきたいですね。はい、なんかプニプニか若干脱線した動画になってるけど、はい、まあこんな感じですね今回ね。はい、ということでね、よければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。